ハンディス・ワッコラは、アメリカ合衆国の女優、歌手。アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストンにて生まれ、フロリダ州のエッジウッドで育った。父親のケビンは、胸部心臓外科医師、母親のキャロリンは、元環境エンジニアで現在は主婦である。両親は、地元の共和党における積極的なメンバーである。一人弟がいる。2005年、高校を卒業した。2007年、 映画、パイレートキャンプで、女優デビュー。その後、テレビシリーズ、ママと恋に落ちるまで、スーパーナチュラル、クリークときめきキャンパスライフにゲスト出演。また、映画では、オンザドール、ジュノ、デドガール、XS&O ーズなどに出演している。プロシンガーとして、ハンナモンタナザ・コンサート 3D、ハンナモンタナザ・ムービーなどで、バッキングボーカルを務めた。 彼女はキャロライン・ホーブス役でバンパイア・ダイアリーズに出演している。16歳の頃、ロサンゼルスに渡り、その6ヶ月後、レコード会社と契約した。2006年12月、12曲の楽曲を含むアルバム、It's Always the Innocent Ones でデビュー。2008年10月3日には、同 CD がスピニングよりリリースされ、日本デビューも果たした。 彼女は、ザ・ヴァンパイア・ダイアリーズの共演者、マイケル・トレビーのイアン・サマー・ホルダーと共に、多くのサポーターの一人として、ザ・トレバープロジェクトによるイット・ゲッツ・ベター・プロジェクトに参加している。プロジェクトの目標は、LGBT の若者の自殺を防止するためである。2014年、ロックバンド、ザ・フレイのギタリストのジョーキングと結婚、キャンディス・アッコラ。ありがとうございます。